はい、皆さんこんにちは、トーク自己化の寄せ集めチームムツハです。去年ちょっとね、初出場な感じだったんですけど、今年今2回目ということでね、取れましたね、2回目ね、ムツハで。いや、嬉しいですね。ということでして、今回もですね、東北の各地をはじめ、東京、千葉、愛知などから一応さん盛り上げたい人、集まってくれた皆さんによる、演舞を、ね、披露したいと思います。まあ、見た目でも分かるように、八色さんなんかも、ね、入っておりまして、すごくたくさんご協力いただいたり、まあ、本当に皆さんのご好意によってできているチームでございまして、本当にお客さん含めね、本当にありがとうございますということなんですけども、そうですね、遡ること、去年の話ですけど、あ、ごめんなさい、特に何もないんですけど、ちょっと今言おうかと思ったら何もなかったんですが、ですね、さっきも言ったんですけど、見ての通りね、見ての通り、いろんなチームさんから集まっていただいて、その中でも、前列で同じ衣装を着て、これは何柄っていうのかな、丸っぽい柄を着ているここの、人たちが一応ムツハの、まあ、正規メンバーとかねにございまして、あと後ろが本当に代表のね意向に、賛同して集まっていただいたチームの皆さんになっております。さっき演舞したねエースも入ってもらいます私もダブル MC でやってるんですけど、本当に今日ねここでもう一人 MC の人も参加して2人でこうライブみたいに盛り上げるかみたいなのを言ったんですけど、ちょっとね折り合いがつかなくてですね、できなかったんですけど、午後1時ぐらいの演舞だったんで、もしかして2人 MC なんか見られるかもしれないので、ぜひそこで楽しみにしていただければね、いいかななんて思っております。とにかくなんか天気がちょっと良くなってきまして、朝結構肌寒かったんですけど、今だんだんねちょっと暑くなってきましたんで、皆さん体調管理をね万全にしていただいて、私たちの演舞を4回全部見ていただければ一番ベストかななんて思っておりますけどね、そこら辺なんかね、よろしくお願いします。ですね、ちょっと時間が余ってるということでね、たくさん喋ってくれと言われたんですが、私何も考えておりませんのでずっと思いついたことを言っておりますんでね、いい加減お客様そろそろ演舞しろよって話になってるかもしれないので、そろそろ始めちゃおうかなと思ってますけども、恒例ですけどもね、演者の皆さん準備よろしいですか？ダメだな、もうちょっと盛り上がってもらわないとね。じゃあいきますよ、演者の皆さん準備よろしいですか？情熱ソーランバー、あ、しか、あ、そ、あ、なんだっけそうだ、その前に言うんだよね、よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだか食べますよ、情熱ソーランバージョン。それでは参ります。最初の演舞会場にね、
よっつる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 よっ